私スキーウェアなんであったかいんですけど、こうちょっと軽くて、でこっちはトップスはですね、チップが上がったり下がったりするんですけど、こう下げてるとカジュアルな感じになるし、上げるとこうハイネックにもなるので、すごくこういろんな表情を見せるアイテムになってるなと思いました。いやー、本当すべてが素敵なんですけど、やっぱりまずはあのゴンドラ、可愛いですね、あの柄が。赤と青と白、あのフランスみたいなカラーで。でもルイ・ヴィトンさんがもともとフランスなんですよね。なんかそれも相まってすごい素敵に見えましたし、あとユルトですね、あれは素晴らしいですね、本当に迫力もあって形も綺麗で、なんか日本で見られるって思ってなかったので、もうとてもありがたかったです。僕自身は大学生の頃にすごいスノーボードにハマってたんですけども、社会人になってからあまり行けてないです。